はい、どうも皆様です。今回はレースアンバサダーとして活躍されている天野千代さんをお迎えしてお話を聞いていきたいと思います。ぜひそこでご覧ください。 はい、改めまして、あざです。え、今回はレースアンバサダーとし活躍されている天野千代さんをお迎えしております。早速ですけど、自己紹介お願いします。はい。チームマッハのレースアンバサダーをさせていただいてます。天野千代です。よろしくお願いします。はい、実はこれテイク3ぐらいなんですけど。<laughs> アンバサダーって言いづらいですよ、ね。言 <laughs> いづらい。<laughs> <laughs> はい、そんな天野さんでございますけれども、レースクエア久々復帰という感じで。はい。四、はい、年ぶりの復帰です。すそうですよね。で、その4年前に、私はあの。うん ちょっと他社になりますけどあれどどっぷりコロナ禍でしたけれども、うん、そうですね、はい、その時ね、えー、あれもちょっと、えー、スポーツ系の雑誌というか、うん、ウェブ媒体でしたけれども撮影させていただいて、うん、本当お久しぶりですという感じでございますでその間は、えー、フリーで活動していて久しぶりにデ、はいえー、スクインというところで、はい、今年はマハ語という感じですよね、はい、で、まあ、久しぶりなのでちょっとプロフィールもおさらいさせていただこうかなと思います で天野千代さんチームマッカー、えー、クラス300の、えー、カーナンバー5でございますけれども、えー、1994年9月2日、えー、身長168バースト88ウエスト61ヒップ85、えーまあ、今の衣装でもわかるように「<laughs> ザッツグラビア体験」<laughs>。 で今年からちょっとグラビアの方うも、ね、冷めるということなので、はい、そちらもぜひチェックしていただければと思いますが、えー、血液型、A 型福岡県出身、えー、チャンポイントポジティブ、えー、ニックネームおちょおちょでいいんですよね趣味、ゴルフトレーニング、えー、特技、料理、英語ということなんですけどなんか結構スポーツ系好きですかいいいやででも違うで <laughs> <違>うう <laughs> にになななってからスポーツすするようになりましたあそういう感じなんですねはいはい ゴルフやけってわけでもないの。これはですね、うん、撮影やけ、ね。撮影やけなんですか。はい。何の撮影かまああでわかると思いますけど。<laughs> <laughs> はい。まあそんな山野さんでございますけれども、今日もねあの視聴者さんからいろいろ質問をいただいております。まあこの質問は。 えー、レースクイーンとしてではなく写真を撮られる被写体としての、えー、答えということになりますので、えー、カメラね趣味にされている方特にポートレート、えー、撮られている方是非参考にしていただければと思います、はい、では1問目ですけれども、えー、慶太郎君からですうちのチャンネルの「準レギュラー」ですけどね、えー、撮影以外の要素かっこ例えば話が楽しいなどで撮影会に来たら嬉しいカメラマンさん常連さんはいますかということですか。 あああの時のってなります久しぶりですなんかもう仲間みたいな感じですごいテンション上がります。<laughs> うん、さっきちょっと聞いたらそこまでひ撮影会頻繁にやってないっていう話。だから久しぶりなんでしょう。うね、確かにそうかもしれない。<laughs> <laughs> でも必ず来てくれる方とかやっぱりいらっしゃいます。それは心強いですけどね、うんえー。どれぐらいの頻度で今やってる感じですか。月に 1回は目標でやってるんですけどやっぱ土日にお仕事があることがある多いのでそんなにでも多分ファンの方もそれぐらいがちょうどいいのかもしれないね月にやっぱり2回3回ってなってくるとお金もたなくなっちゃうので全部追っかけてくれるのはありがたいけどお金は心配になっちゃいますからね。 で続きまして健木村さんまたうちのジェンディングは純定家だと思うんで,自分んですけどね <laughs> はい、えー、取っ手出しの、えー、レタッチしていない写真を掲載公開されるのは嫌ですか嫌です嫌な,なんですけど、はい、あこれが現実だなっていう風に自分に勝つじゃないけど <laughs> それでもっと綺麗になろうとかもっとエスよとかは思えるので嫌、うんうん、だけどある意味自分にとってはちょっと ね、無知っていうか。無知なんだ。はい。いいのかなって思います。<laughs> まあ、ご自身でね、自撮りされるときは、当然、何かしらの何かしらで、いろいろかけてると思す、うん。何かしらの何かしら。ア <laughs> フィレターかけてます。馬ですよね。<laughs> はい。そうなんだよな。うん、で、ワットさん、まあ、事務所ワットさんですけど。うん、は、例えば、えっと、チェックみたいのは。タレントさん自身。えーっと、事務所。あ、タレント。 両方ですかね両方なんですか、はい、うーん。この前の子は直で出会ってるって言ってましたようん,うんなので、はい、まあ多少違うのかもしれないですけど、うん、その場合ってでもレタッチしてないと NG みたいなのはないんですかうーんありまいね なんか事務所側が最近出したのが、うん、撮影会のやつは10枚までだったらもう大丈夫ですよ、掲載して大丈夫ですよ、<ー>みたいなのを出してました。そういうことなんで、はい、枚数で制約してる感じか。うん、はい。う,うーん、そこは。<laughs> そうなんですね。それで、まあ、たまにレタッチしないで上がってたりとかすると、うーん、と思って。はい。<laughs> まあ、現実だから仕方ない。<laughs> 仕方がない。はい。<laughs> まあでも私なんかも例えばお仕事を依頼する時とかに、うん、うんやっぱりちょっと検索するじゃないですかでもはやもう女の子の自撮りって1ミリも当てにならないと思ってるんで、うん、で、まあ、画像検索かけて Google の画像検索かけて大体ねあの秋葉原とかでよくやってる DVD イベントああいうところにの写真とかってほぼ無加工なんですよね。へー 無加工だし、ストロボベターあたりだったりとかするので、正直。写真のクオリティ的には、だいぶ、まあ、撮ってる人には申し訳ないんで、低い、まあ、しょうがないですけど、環境的に。しょうがないんですけど、それが、それを基準にします、私。う,ーんうん、まあ。現実の。そう、現実。現実一番近い。一番近い。はい、で、最近も、動画も、なんか、レタッチというか。 フィルターかけられるじゃないですか。すね、昔はねどうかが点できたんですよ<ー>今それも点になんないんで、はい、なんかなるべくなんていうかな、その一番写りが悪い、うん、環境的に悪いような写真を基準にしてますかね。うん、はい。まあ私はなんかフィルターかけないでほしいです。いろいろ基準がある、ね。判断基準として。<laughs> はい。で続きましてエデンマさんからです。 撮影データを受け取る場合どれだけの枚数がいいとかありますか枚数は多ければ多いほど良いのでしょうか、うん、はい。多ければ多いほどいいですね私は毎回言ってるんですけどそれが2000枚でもいいんですかどうなる？でも見ると思います<ー> <laughs> 届いたら1枚じゃなでもまあやっぱりある程度厳選はしてほしいですよね判明とかあれば まあ多分もう丸ごと送ってくる人もやっぱりいるらしいんですよ選ばないでそうするともう当然ですけど失敗カットをまず混じってたりはするんでそこも考え方次第で女の子にもよるんですけどまあやっぱり失敗カットは自分は常識的に入れない方がいいと思ってるんですよまずねで女の子も,もうとにかく全部見たいってそれで判断したいってで全部ダウンロードするわけじゃないからまあ欲しいのだけダウンロードしたいんで選択肢が多いの方がいいっていう子もいるんですけど。 である程度厳選してほしいという子もいたりするんだけど送る側の心理としてこれ自分の指令から聞いたんですけど、うん、あの下手くそな写真失敗写真まで全部送っちゃうと自分が下手だって思われる信用されなくなるっていう恐怖心も送る側あるらしいんですよねだからとにかくあのちゃんとした写真をしっかりした状態で送るっていうことをマストにしてるっていう人もいました。そ、はい、それ確かにううですね、うん、うん だから自分も仕事でそうですけど例えば自分でセレクトして、ねうん、クライアントを納品する場合もあればメディアの仕事なんてやってるともう即時性重視なんでもうその場でカードを渡したりそれこそパソコンと直接ないでそのまま渡したりなんていうこともあるんですけど、うん、まだ撮影,撮影は1対1で撮影してない,いんですけど、うん、ステージ撮影とかになっちゃうと当然失敗方が量産されるわけじゃないです、うん、動いてるわけだから、うん、それも丸ごと見られてしまうのは最初抵抗ありましたけどね。うんうん でもなんかその失敗カットが多いってことは自分も下手なのかなと思っちゃいます。でも実際それもあるんだよなあの撮ってる側からすると、うんうん。まあでもレースクイーンで特にスーパー GT に出てる子はそうそう失敗はないんですよねほぼお任せで今日もそんなに自分はこ細かく言わないでしたけど、うん、それでできちゃうんでいいんですけど。 やっぱりレースでもスーパー耐久とか二輪とかになってくるともういろんな人が <laughs> いるんでそうするともう細かく言っても難しいっていう子もいたりとかするからそれは確かに共同作業ですからね、うん、そうなんですよね、うん、私は本当に被写体に助けられてるとかって思ってますけど被写体以上 <laughs> のカメラマンなんで <laughs> 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 確かにそうね。 どっちの意見も聞かかないとよくあのフォトセッションっていう言い方しますけど、うん、セッションってもともと音楽でなんかお互いアドリブで弾き合うみたいなのセッションっていうんですけど、はいはい、フォトセッションっ,て言った人いいなと思いますよね、うん、リ,ズムリズムに合わせてやっていくのもあるから、うん、あれもね、まあ、ストロボ使うとどうしたってストロボのリサイクルタイムで言うんですけどそれにやっぱ支配されるわけですリズムがピピ,ピピピピっていうと。うんうん それに大体合わせていくんですけど女の子によっては全く合わせようとしない子もいるよね。うん、逆に難くないでですかでも完全に自分のペースがあるん早くやることはないんだけど、はい、こっちからだとピピーに合わせてやってるんで、うん、カシャピピカシャピピってやってるんだけどでカシャピピカシャに行きたいんだけどその子はゆっくりコポージングを変えてるから難しそう。そう でしばらくやってやって治んないと言いますけど言わないと,ちょっと効率悪いですよね効率悪いし、うん、別に嫌味とかじゃないですよ、うん、その「なんとかちゃんは自分のペースを守るタイプだね」つっ,って「<laughs> ゴーイング迷い」ーイ経験積んだのか分かんないですけどそれから12年経って通った時は合ってましたよ、うん、言われ で、やっぱ改善したんですかね。したのかな？わかんないし、別に悪気があってやってるわけじゃないんだろうけどもね。う,ん、うん。そうね。まあ要は共同作業ということですね。はい <laughs> で続きまして、同じく天満さんでございます。えー、この場合、花などの小道具があった方がポージングの幅が広がると思いますが、持ち込みはどう思いますか？嬉しいものなのでしょうか？うん、嬉しいです。うんやっぱ。 例えばこういうカメラもそうですけど、何か一個あるだけでだいぶ印象ってね変わりますよね。やれることも増えるしね。そうですよね。今までだとどんなの持ち込みありました？ええでもお花とか多いですね。はい。私がひまわり好きなんですけど、はい。つまわり持ってきてくれた。ここで言っちゃうとまたどんどん。そうそう。まあなんか。 花とかまあ、無難ですよね。ね、うん、飾れますもんね、お家帰って。あ,あ、それ持ち帰れる。<laughs> あはい。<laughs> れ半分プレゼントです、ね。さすがに着るものはないでしょ着るものはなかったかな。多分ないと思います。うんうん、はい。まあ、着るもの持ってきて、持って帰られたらね、うん、ちょっと、どうかなと思います、ね。うん、その時、ぜひあげてください、ね。<laughs> <laughs> はい。で、最後の質問でございます。イメトラさんです。 えー、屋外と室内衣装別で得意なポージングはありますかポージングする際に気をつけているところはありますかやっぱ映り方が外と室内って全然違うからんか外はなるべく <laughs> 自然体な感じで撮ってもらいたいなと思ってるので、うん、まあなんだろうお散歩しながらとか,なんか自然な感じで撮られるのが好きです外だと、うん で中,中だと結構私きっちちりしそうですねまあ屋外だと、まあ、空間的にも広がってるし、うん、自然光だからまあその日の天気にも当然よりますけれど、はい、基本的には光が回ってる前提なんで、うん、まあ表情も明るく開放的な方がはまるし室内だとねまあそのライティングとかセットにもよりますけど。うん やっぱりきっちりカチ人工的な光になるからどうしても固めにはなっちゃいますからね。どっちもでも好きです。うん、はい。まあ使い分けですよね。うんうん、はい。はい、ありがとうございますとでご問終了でございますが、えっ、ー、とこれの公開がですね、はい、え予定でいけば11月10日前後ということになるんですが何か告知があれば。はい。私のースト DVD が出ます。うん、はい。<laughs> 初グラビアなので皆さんよかったらチェックしていただけると嬉しいです。SNS の方うも概要欄からリンク貼っておきましたのでそちらをぜひチェックしていただきたいのとたまに水着の写真も出てくるんでちょっと最近マネージャーさんに「水着載せすぎないように」って言われて「も載せないってうす今日 DVD 発売前後はちょっと申し訳ないですよね。 私はバンパのしたいんですよ。バズるから年過ぎって、芸 <laughs> 術 <laughs> <laughs> 乗せすぎだよって言われて今ちょっと抑えてます。ああやっぱりバズるもんですか。めっちゃバズります。年過ぎで結構はい。まあ、そんな感じでグラビアにも、ねはい、挑戦されていることなので、そちらもねぜひチェックしてあげていただければと思います。うん、はい。まあ、そんな感じで今回はレースアンバーサダーと関係されているアマンさんを表してお話を聞いてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。